今回の作品でも言いたかったんです。ところがシナリオにないスタッフにお願いしました。言わせてって。<laughs> 俺を呼んだのは君だろ。シティハンター大ヒットえ、本日はご来場、誠にありがとうございます。サイバー留役の神谷明でございます。もっこり漁には。 100トンハンマー今回もしっかりお見舞いしています牧、ま、村かおり1 0のいくらかぜですよろしくお願いしますありがとうございます野上佐恵子圭司ですみんなよく来てくれたわね <laughs> ありがとうございますよろしくお願いします表の顔はキャッツアイのマスター裏の顔は凄腕のスイーパー海坊主こと二刀流 源田哲晃ですはい、えー、今回安住役としてなんだかこのすごいキャストの中に、えー、参加させていただいております沢城みゆきですよろしくお願いいたします私が最強の敵貝原死んだなんで笑ったんですかね <laughs> <laughs> お楽しみくださいありがとうございます、えー、前回に引き続き今回も、えー、総監督をさせていただきました児玉健治ですよろしくお願いします ティーーハンタ最高の傑作と呼ばれています。皆さんあの、期待しててくださいよ。これからご覧になるんですから、もうワクワク感いっぱいの,、えー、なんていうの内容がいっぱいぎっしり詰まってますんで、えー、もう <laughs> なんかこう伝わってくるんですよね、皆さんのその風が、もう本当に期待感の風がぎゅっときますんで。えー てあの裏切り裏裏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 切りません。<laughs> えー、なんで最初に原田さんに聞いたの？<laughs> <laughs> ちょっと私のミスかわかりません。だって今びっくりしたんだもん。<laughs> もうね、イクラちゃんと神谷さんのパワフルな変幻自在のお芝居もうそのものになりきっているのはもちろんでございますけれども、そのおかげで私はですね色っぽいところをちょろっと <laughs> や,やろうと思ったらなんか美女がいっぱい。 今回は出てきても、なんかあもう叶わないな。というえー、ね。幹にしても決済にしてもなんかたくさん美女が出てくるので、そのその辺の色っぽさ加減の共演も楽しんでいただきたいと思います。もう本当に1秒も見逃せない感じですね。始まって5秒でおってなります。で30秒ぐらいすると。 ほ,ーほ,ほ,ほ,ほほって多分皆さん笑いながら手を叩きたくなると思いますけどもう自由にあの笑ってもらって手を叩いてもらって結構ですので私がこれを見て一番感じたのは最後の「ゲットワイルド」の聞こえ方がちょっと今までと違う感じの「ゲットワイルド」に聞こえて皆さんにはどんなふうに聞こえるのかしらっていうのが興味のあるところです。最最初から最後まで ゆっくくりお楽しみください今回の作品はいつもに増してギャグからシリアスまで触れ幅が大変大きくなっております。その分お楽しみいただけると思います。前作をやりまして俺を呼んだのは君だろ。で今回の作品でも 言いたかったんです。ところがシナリオにないスタッフにお願いしました。言わせてって探してください。<laughs> 言っております。どうぞよろしくお願いします。私は依頼人として両と香りの元を訪れます。はいはい、なんか A I A I みたいな感じになりましたけど、<laughs> 設定だけ。 ね、今言っていただきましたが、はいまあでも本当にあに歴史がある作品の中でなんか新たな歴史を作ってしまった感はあるようすお返しし,ますお返しされました <laughs> 素敵なお声でお返しされましたけれども <laughs> またこうアンジーとして見るときと一ファンとして見るときでまたこうあの違うんですけどまだまだこうアンジーの熱が自分の中に残っているものでなかなかこうフラットに見れないなという状況ではあるんですけれども。 お返しします <laughs> そんな沢城さんの葛藤もぜひお楽しみいただければという,ふうに思います <laughs> とにかくコミカルでしかもストーリーがもう重厚、もう深いですよね。そこにあの貝原芯が登場してどういうふうにこの先続いていくかみたいな期待感もあるしまあとにかくあのコミカルでシリアス、そして映像綺れそれから CG うまく使って音楽入っていく。 深い作品が出来上がってますんで、ぜひお楽しみいただきたいと思いますけど。シティーハンター大